県教育委員会は長崎県の教育委員会である。長崎県庁舎の新築移転に伴い2018年1月15日より所在地が変更となった。長崎県内の教育に関する事務を所掌する行政委員会であり6人の委員で構成される。近年は学力向上高校改革などの教育改革に取り組んでいる。講義では 教育委員会の事務を担当する執行機関である、教育委員会事務局を含めて、教育委員会と呼ぶこともある。教育委員会の事務の執行責任者であり、事務局の長である教育長は、教育委員会の委員を兼任する。2017年現在の教育長は、池松誠二。教育長職務代理者は、教育委員の浦川松子。2018年1月15日より、 教職員の研修施設として、大村市に長崎県教育センターが設置されている。教育センターが県庁所在地の長崎市ではなく、大村市に設置されている理由は、大村市が地理的に長崎県の中央に位置していること。そしてこと壱岐、津島などの離島と長崎県本土を結ぶ長崎空港が大村市にあるためである。 研修期間が2日以上になる教職員のために宿泊旨を備えている。教育センターに関する業務は上記組織中の高校教育課の総務管理班が担当する。ありがとうございます。